行きましょう。これは遠くに見える巨大な円盤。待てよ、まさかあれが大義盤なのか。おい、その例えだと全然足りないぞ。あれはもっと大きいだろ。どうやら私たちは正しかったようだな。法律家としての勘がささやいている。あれが私たちの探している法宝である可能性は非常に高い。だが本当に大義盤だとしても、いくらなんでも大きすぎる。どうやって持ち帰ればいいんだ。弱音なんか吐いてる場合じゃなかったな。先に周りを調べてみよう。おい、あれは砲塔弾じゃないか。なんだか見覚えが。そうだ、数日前に遭遇した奴らだ。でやっ、あっ、燃えよ、くらえ。よっよっ、くらえ。さあ、あっ、トンボン、よっ、ポレ。そこだ、くらえ。燃えよ、チャンスだ。引くぞ。小さい円盤だ。外観と盤面の配置を見たところ、これが方法大義盤で間違いないだろう。地面に埋め込まれた小さな大義盤、一体何に使われていたんだ。前回と同じように簡単に片付けられた。以前大きな商業案件の処理を手伝った時、その犯人が私に仕返しするためわざわざ砲塔弾を雇ったことがあったんだ。幸い武芸の鍛錬はちゃんとしていたため事なきを得たんだが、しかしさっきの奴らはあの時と全く同じだった。まさかこの空間は私の記憶を再現しているのか。おそらくこれも私たちを消耗させる手段の一つなんだろう。これはだいぶ凝っているな。新たな入り口のようだ。うん、よかった。うわぁ、これってトンネルか。なんだかおかしいぞ。まるでもう一つの世界や時空につながっているみたいだ。ここらで合流できるかと思ったが、誰もいないようだな。まさかこれも誰かの記憶か。気をつけろ。
予想通りのようね。イエラン、いたのか。何度挑んでこようとも仕留めるまでよ。一緒にいるときはそんなこと話すなよ。冷たくサクサク、これでも食らえ、食らえ。ふっ、痛がっちゃいやん。冷凍保存、冷凍食品、下がれトン。そこだ、ここにまだ抜け道が。本当に出られるのか。見たこと全てを記録し、廃棄版に残す。家に帰らない。もうここは持たない。トン、タここで間違えたの。あの、認めない。トン、よ、急がなくてもいいのよ。逃げられる。や、ふ、痛がっちゃいない。トン、ふん、いいとよ、交錯せよ。真実はまだ明かされていない。よくもまあ、あんな小細工で尾行してくれたものね。はあ、相変わらずの腕前だな。覚えているかしら、私が他の場所で幻影を見たって言ったこと。その時に聞いた内容と一致するわ。この記憶はこの空間によって再現されているようね。まあいいわ、これで当時の状況も把握できるから。あいつタイと言っていたが、大義版のことか。エンヒ、地面にあったものは見たかしら。ああ、これを調整することでお前と合流できたんだ。おそらく遠くにある大義版の縮小版だろう。この空間と強く紐づいているようだ。私なんだかそれに見覚えがあるの。ちょっと思い出してみるわ。you
刀は技を支え。雪よ舞え。新たな空間ね。もし空間に同じ規則があるのなら、ここにも小さな大義板があるはずだ。不赦、お前ほどの者が地下の亡霊になるとはな。敵がいない？いや、敵は姿を消せるのか。まずい、早く加勢しなければ。待て、これは我の戦いだ。近寄るな。汚れた魔獣よ、お前たちのせいで何人もの人が死んだ。地下空間に誘い込んだのはお前たちの弱点に気づいたからだ。身を隠し闇討ちするのは不赦がよく用いた戦術だ。我と共にここで朽ちるがよい。お前ほどの手だれがこのようなところで死ぬわけがない。まずい、このままだとショーが不利だ。構わん、結果はもう分かっている。不赦は体力が低下しているようだ。東田大元帥、不赦、お前のその力は無尽蔵ではない。それにお前の幻影は本来のお前よりも劣っている。前世紀のお前はこの程度ではなかった。配下の中でも随一の夜叉であったの。もし帝君がこのような姿になり果てたお前を見たらどう思われるだろうか。行け、方法は我が援護する。決して魔獣を地表に返すな、皆の者。双眼から100キロの戦線を死守せよ。もう十分だ。滅びよ、虚無の幻影よ。我の責務を果たしたまでだ。気にするな。先ほどの見えない相手が伝説の東田大元帥不赦なのですか。ああ、独断先行したのは悪かった。不赦が行方不明となり数百年、先ほどの戦いが奴と顔を合わせる最後の機会だと思ったのだ。あいつさっき戦線を死守しろとかなんとか叫んでたけど、奴はこの地で戦っていた。伝説の無名の夜叉とは不赦のことだったのだろう。でも戦う時に必ず名乗るんじゃなかったのか。どうして名前が残らなかったんだろう。あいつの身に何かあったのか。わからぬ。おそらく
自分が何者であるかすら忘れてしまったのだろう。それは誤証のせいでか。不赦は姿を消す前から狂気に陥っていた。奴の記憶が無傷であったかは誰にもわかるまい。狂気に飲まれながらも双眼巨炎の戦争に参加したのですか。夜叉は平穏な時代を生きられはしない。戦いと殺戮の匂いに引き寄せられたのだろう。我らは殺生に精通している。そしておそらくそれしか取り柄がない。この一戦で我も確証を得た。これまでのことから察するに、この空間は人の心の一部を映している。つまりたとえ狂気に飲み込まれていたとしても、不赦がこの地を訪れたのは事実。先ほどの幻影も奴が残した痕跡ということだ。この空間は奴の戦う姿を再現した。だがあのような身を滅ぼす戦い方では生きているわけがない。不赦の幻影は魔獣の弱点を発見し、地下空間へ誘い入れたと言っていたわ。この空間は一体何なのかしら。カーンルイヤの魔獣を抑え込むことができるなんて。体が重くなった気がする。気のせいというわけではなさそうだ。空間が私たちに干渉しているようね。不赦は地下に残ったはずだ。だがここには幻影があるのみで、当の本人は見当たらなかった。もしこのままここを離れられない場合、我らもあのような結末を迎えるのかもしれない。前へ進む時が来たか。見事な戦いだった。さらばだ、不赦。ここに書き置きがあるみたいだぞ。見てみるか。ああ、読んでみよう。この書き置き、ここに残された戦艦軍が残したもののようね。この白陽って人、誰だろう。白陽は私の先祖の一人よ。当時この人は帰ってくることができなかったわ。つまり白陽は不赦と行動を共にしていたのか。おそらく。この戦艦軍たちは彼らの戦友なのだろう。当時行方不明になった人、そのほとんどがここにいたみたいね。ああ、うーん、怖い。一体ここで何が起きたっていうんだ。さあ、立ち止まらずに早く行きましょう。手がかりは全て線で結ばれたわ。真相にたどり着くのももう時間の問題ね。ただこの空間は果たしてどんな形で答えを出してくれるのか。you
奇妙な空間だな。アビスの気配がするわ。でも敵はいない。お前の記憶？ここはどんな記憶なんだ？アビス？ってことはこの空間がお前の記憶を読み取ってここを作り出したのか？いろいろわかんないことだらけだね。周りがだんだん暗くなってきたぞ。丸い光ってるものがあるぞ。大義板？さっきの空間だと大義板の一部は地面に埋まっていたわよね。でも今回は地面に転がっている。まるで誰かが置いていったみたいに。さっきのってお前が想像したものだったのか。幻影は一瞬で消えちゃったけど、あれってお前が妹さんに会いたいから現れたんだよな。うエンヒ、これが君の言っていた方法大義版なのね。おそらくな。遺言にその形は描かれていなかったが、記載されていた情報と一致する。これでほぼ間違いない。お前は何を見つけたんだ？この大義板、構造も配置も私の一族で使われている法器に似ているわ。こうすれば。うん、この大義板は意図的に操作された跡があるわね。何かしらの情報が秘められているかもしれない。まずは外に出て安全な場所に移動しましょう。ああ。この辺で大丈夫そうね。みんなしばらく休んでて、私は大義板を調べてみるわ。大義板が見つかった以上、私の仕事はここまでだ。しかし私たちは不赦の幻影に遭遇している。この空間で見つけたものを果たして外に持ち出せるだろうか。